こんにちは、ピースの渡辺です。はい、今回はもう超激安の車たちを紹介します。これ今日入荷したてです。車検のはもう合格してすぐ乗れるように仕上がってます。ホンダゼスト、じゃん、20年式です。走行が10万と2000キロで、点検時にタイミングベルトの交換はうちでやってます。9万円、15万5000円で返上書出してるので、もうすべて込み込みで15万5000円ですぐ乗れます。じゃあ、で安心の保証もつけています。1000キロの保証が無料保証って形でうちの方では保証をつけております。これもめちゃくちゃ安いです。なんでこんな安いのってね言われるんですけど、もうね、もう単純にただうちはね、もうこの一番になりたいんですよ。一番に、もう安さも一番にならなきゃやっぱり一番になれないと思うんで、固定価格路線で一番のお店になりたいなっていう思いでやってますので、もう儲けとかねそういうんじゃないんですよね。やっぱりこう安く売る店だったら、ね、やっぱり安く、まあ、よそのできないことをやらなきゃいけないかなっていうようなイメージでやっています。まあ、若干ね、正直これ痛みはあります。タイヤハウスのところのねサビがあったり、これこんな感じであるんですけれども、あと後ろもへこみがちょこちょこってこんなのがありますね。タイヤハウスのサビが、これね、東北地方の車なんかだとね、雪国でやっぱり塩化リでやられちゃうんですよね。まあでもそんな大きな痛みはないんで、もうかなりお買い得ですね。もう壊れてるから安いとかじゃなくて、もうただただ努力で安く出してます。あともう一台、こちらはスバルの、ステラですね。こちらのも、9万円、これもめちゃくちゃ安いです。こちらもね、じゃじゃん、20年式で、こちらは距離はちょっと乗ってますね。15万3000キロオートマの ETC 付きで、タイミングベルトは10万キロぐらいの時に1回交換になってますね。 4WD 車です。でこれも、車検諸費用込みで15万5000円ですぐ乗れます。これはね、距離が乗ってるんですけれども、まあ、外装はね、さっきのゼストよりも、まあ、全然綺麗ですね。ほとんど傷が少ない、まあ、ほとんどないですね。傷もちょこちょこもほとんどないような感じで、これもめちゃくちゃ綺麗で安いですよ。ステラ、まあ、個人的には、まあ、スバルの系ってね、結構耐久性が他のメーカーより弱いかなっていうのは実際感じてます。ね、とりあえずしっかりと点検かけて、車検もこちらも合格している状態だったんで、まあ、何ら問題はなく、もうすぐ乗れるように仕上がってますね。スバルステラ、ピンク色です。安いです ね。これももうね、うちではやっぱり一番安く売りたいんで、福島県内とか宮城県の、まあ、近場の車屋さんの価格の方を一生懸命こう調査しながら、どこよりも安く、どこよりもいいものを出せるように努力してやってます。ね、完全に早いもん勝ちで販売しておりますので、ぜひぜひ、格安車をお探しの方、ぜひピースまで一度見に来てみてください。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。